皆さんこんにちは。今日はですね、うちで使ってるダイソーなんですけど、 SV11 がなぜかダイソン V7 のようなんですけど、まあ何年も経ってバッテリーが持たなくなったんですよね。これ通常モードで使ってても途中で止まっちゃうんですね。で、止まった時どうするかっていうと、充電5秒ぐらいやるんですよ。そうすると、まあ、しばらくまた使えるんですよ。まあ、そんなことして騙して使ってたんですけど、でも MAX ではね、もうほんの一瞬で、うちのモードだと一瞬でですね、切れちゃうんですね。で、切れちゃうとまた充電、ほんの数秒やれば回るんですけど、MAX ではもう使えない状態ですね。で、これで、まあ、動くんですけど、で、MAX だと、もう、これで、もう、ここ、点滅しちゃって、使えない状態になります。そんなわけでですね、このバッテリーをですね、ネットで購入しました。こんな感じですね。購入したんですけど、まあ、ドライバー1本でできるっていうことでやってみようかなということで、皆さん YouTube に動画アップしてるんで、そちらの参考にしてですねやってみたい。まあ、誰にでもできるっていうことで、これですね。一応ですね、買ったのが、まあ、純正ではないんですけど、こんな感じでドライバー入ってますね。ドライバー、これなんだ。これよく、あ、そう、掃除すりゃですね、これ、ブラシですね。で、一応フィルターと、フィルター2個ですね。こんな感じ。まあ、フィルターもこまめに洗えとかいうあれがあるんですけど、まあ、こまめに洗えないですよね、そんなに。これで、説明書は日本語かなって。なんかカードみたいですね。カードではないんですけど。あと説明書、うわ、字が小さくて見えないっていうところですね。あ、ちょっと日本語のページが出てきましたね。動画にはきついっす。はい、まあ、一応YouTube 見て交換方法は勉強してるんで、まあ、この辺はざっくりで、そんな言語で書かれてますね。ドライバー、こう、なんかネジ、ビス入ってますね、3本。で、早速ですね、まず外す場所ですね。まず1箇所目はここで、2箇所、あと2箇所、ここのこの蓋のところにあるんですけど、これ開けないと、これこっちやるんですけど、なんですね、これこうやってやめるとパカって、あ、ゴミ出てきますね。で、外しましょう。外していいです。ちょっとでかいか、これ。じゃあ、付属してきたので使ってみましょう。ちょっと細いんですけど、あ、これ入れますね。やっぱり細めの、ちょっと細めのドライバーでないと入らない。
あとここですね、上の鳥居の近く、一本、まあ、2本ここで、3本ここで、ここ抜くと抜けるらしいです。ってか抜けましたね。これ、ちょっと食ってたんで、あ、外れない。これが、ピカピカやってるんです。で、今回購入したのが、これですね。21.6V、5000mAh、V7 シリーズということで、ちなみにこっちはですね、2000mAh、21.6V、こんな、この大きさ、重さも大した変わんないのに容量が倍ってどうなんですか。倍以上ですよ。2000の5000ですから、本当なんですかね。こっちの重いような気もするけどね。作り的にここにスイッチがあります。こっちに箱にもありますね。外見上色が若干濃い。ほとんどあとは変わらないですね。入れてみましょう。こうですね。はい、パチッと入りました。そしたらネジを締めていきます。おお、勢いがいいな。ちょっと仮締めて、下のパテ、下の方ですね。フィルターも交換ですね。これ水洗いするんですけど、まあ、なんて言いましょうか。一日乾かせるとかいろいろあるんですけど、これね、これ、なんか純正、こっちが今回購入したやつですね。実際同じなんですけどね。これ入れます。そしてこっちの排気の方ですね。排気の方のフィルターなんて欲しいのかなって思うんですけど、なくてもいいんじゃないかと思うんですけどね。一応ついてる。これも純正と、まあ、こういうステッカーかな、ステッカーなのこれ、何か、なかステッカーないですね。若干なんか違うような気もしますけども、これをつけます。で、
応ローからロータが通常モードで通常モードで感じです、ね、ハイパワーでいきます。マグフローどうしたんだよ。カフカになったんですね、これ。こういうことね。カフカで止まるんですね。赤くなった。というわけで、あとはしばらく使ってみないと何とも言えないんですけど、V7SV11 バッテリー交換してみました。誰にでもできそうです。ドライバーもついてきますし、はい、まあ症状としてはもうダメなのかなと思ったんですけどね、バッテリーがすぐ切れるっていうことで、まあこれでちょっと延命処置をできましたっていうか、あとどのぐらい使えるかまた分かんないですけど、はい、まあ、ネットでバッテリーはいろいろいろんな種類があるんで売ってますけど、こんな感じでいろんなバージョンというか容量的なのがいっぱいあるんで、あと PSE っていうなんかその電気のなんていうんですかね、どっかにかかってるんですよね。これ PSE、 これは電気のその電気機器のなんかなんですなんかっていうかもう認証したとかみたいな、この PSE 認証ってこれありますよね。一応リチウムイオンバッテリーなんで、なんかあると爆発したり発火したりするんで、やっぱりこういうのはついてた方がちょっと安全かなと思いまして、一応 PSE ってマークが入ったものを選びました、はい、もっと安いのもあったんですけど、あんまり安くて、火事になったりするのも嫌なんで、一応今回これでやりたいと、はい、そんな感じでダイソンの V7 バッテリー交換お疲れ様でした。